失礼します。はじめまして。はじめまして。あ、坪田信孝と申します。トロサーモンの村田でいます。よろしくお願いします。お願いします。チャンピオンと話せて光栄です。いやいや、もう言いますわ。そんなんすいません。座ってください。失礼します。失礼します。いや、なんかね、はい、変な感じですね。そうですね、いやでも正直初めてお会いしてますけど、はい、初めての感じがしないですね。あ、ほんまですか。はい、なんでなんでしょう。え、どの辺がなんかそんな雰囲気なんですかね。いや、なんかわかんないです。もうすごくリラックスされていて、で僕もリラックスできるあの関係性をなんかこうすぐ作ってくださる感じがします。はい、いやいや、もうめちゃめちゃ緊張しますね、なんかこの空気感が。何なんですか、この後ろの白も。そうですね、ちょっとなんか異世界感ありますね。そうなんですよね。普通の喫茶店とかでよかったんじゃないですか。緊張しますよね。いやいや、もう始めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや、もうあのビリギャルもね、はい、見させていただきました。 ありがとうございます。それ映画、ね、映画です。ちょっとあの本の方はまだ読ませていただいてないんですけど、ぜひ今度本の方も読んでいただいたら。はい、ありがとうございます。いや、もう、はい、映画もね、はい、まあ、本もまだまだ。そうですね、どんどん売れ続けてるんですか、あれから。おかげさまで。やっぱりこう受験生とかになると、はいはい、親御さんがとりあえずこうこれ読みなさいみたいな感じで買ってくださってるみたいで、もうなんかずっと売れ続けてますね、おかげさまで。あ、そうですか。はい、いや、でも映画も見た時、はい、僕ね、あれ伊藤敦くんと、あ、はいはいはい、家近所で、あ、そうなんですか、ちょこちょこ飲むんですよ。そうなんですね、はい、僕もこの前伊藤敦さんと飲みました。あ、本当ですか。あ、じゃあぜひ今度また3人で。ですか。すごい共通点が。そうですね。あ、そうなんですね。めちゃめちゃいい人ですよね。いや、めちゃくちゃいい人ですよね。坪さんのなんかそういうお話してから、坪さんのその雰囲気とかを演技に入れたって言ってましたよ。はい、いや、そうなんですよ。だから、ね、僕結構衝撃だったのは、はい、あの僕の母とか妹が、ええ、いや、伊藤敦さんはもう演技の天才やと、はい、僕がいるかと思ったっていうぐらい、なんか立ち方とか歩き方も全部そうだよねっていうふうに言われました。そうですよね。はい、でもね、会ったのって2時間ぐらいなんですよ、喋ったの。そうなんですか。はい、その中で、はい、そういう癖だなんだとかも全部なんか掴まれたんだなっていう。なんかちょっと、はい、映画に出てきた雰囲気、はいはい、伊藤敦さんとちょっと背中の丸みが一緒ですね。そうです、猫背なんです。ねえ、なんか本当そこまでもう、じゃあちょっと忠実に再現されてたんやなっていう。いやいや、本当そうなんですよね。だから、いや、僕も M1 ずっと見てましたよ。あ、見てました。はい、どうでしたか M1。 いやいや、もう最高でした。いや、僕はもう、はい、もうトロサーモンさんにもう投票しました、僕の心の中で。ほんまですか。本当本当に、あの、何でしたっけ、芋の話ですよね。あ、芋ですね。芋の漫才ですね。芋の漫才。芋の話ってのも変です。え、あの3組残ったじゃないですか。はいはいはい、ミッキー、はい、和牛、はい、トロサーモン、はい、最終決戦。はい、正直坪さんは、はい、その3組のうちに票を入れたのは、はい、トロサーモン。ギリギリじゃない。和牛やな、これ。和牛でしょ。トロサーモンさんです。ほんまですか。はい、でももしかしたら次もし和牛さんと対談する時があったら和牛さんって言うかもしれない。せこいな、なんか。いやでも本当トロサーモンさんです。僕でも昔からすごい見てました。あのよく深夜番組で、はい、結構ギリギリな感じで出てらっしゃってるから。もうちょっとね、相方がね、そういうギリギリな男なので。どうなんですか、こう、はい、ああいう なんていうんですかね、ちょっとこうロックな感じの方とこう相方っていうのはどういう感覚なんですかね。はい、相方ですか。はい、いや、感覚も何ももうずっとあのままなので。もう何年ぐらいご一緒ですか。高校生の時からでも20年ぐらいの付き合いなんですけど。そうなんですか。はい、何にも変わらないです、ずっとあのスタンスですね。なんかうまいことなんかこう距離感をこう調整されますよね、はい、村田さんがね。いや、よく見てくれてますね。いや、あれすごいなと思います。なんか行き過ぎてたら引っ張りみたいな、はい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 、である程度自由にもしつつみたいな、なんかそこがすごいな。いや、なかなか大変なんですよ。でしょうね。我慢してますね。基本的には。あ、そうなんですね。仲はいいんですか、やっぱこう相方さん。なんかこういろいろ抑揚はありますね。波があるというか、ね、いい時もあればむちゃくちゃ悪い時もあるし、そういうなんかお互いの付き合い方をしてますけど、ね、それでももうずっと一緒にいると、なんか、はい、なんだろう、2人これだけは大事にしようなみたいなのあるんですか。これだけは、はい、うちらのこの中で。いや、もう僕基本的にあいつがもう言いたいことを言う、はい、やりたいことをやる、はいはい、というのに僕がもうついていってるみたいなことなんで。あ、はい、そうなんですね。何かまあね、昨年いろいろありましたけども、はい、
昨年末ご存知ですか？はい、今もし唇をペラッと舐められたので、はい、ちょっと言いづらいことなのかなって思いました。人間って表情に出るんですよね。いや、そうですよ、はいはい、心理学の方も心理学をずっとやってて、思わずやっぱりこうね、こう上唇をペロッと舐めた瞬間っていうのは、はい、ちょっと自分の中でこう襟を正そうというか、あの言いづらいことを言うときにやりがちな。喋りにくくなってきますわ。そんな全部見られてたら。でも あの時ってどういう感情なんですか？え、こうあの事件が。いや、僕の話はそんなにいいんですよ。いや、めっちゃ聞きたいですもん。僕の話じゃなくて、捜査の話を聞きたいんですよ。あ、そうかそうか、そうでした、すみません。そうですよ。あまあまあね、いろいろありましたけれどもね。すみません、なんか。いやいやいや。はい、まあまあ、このね、ビリギャルが誕生したことを僕はちょっと知りたかったんですけど、はい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 、そもそも、はい、まあ、さやかさん、はい、さやかちゃん、さやかちゃんね、はい、で方と初めてお会いした時、はい、もう初めて会った時は、はい、彼女が高校2年生の夏休みで、ははは、もう真っ金金の金髪で、あの名古屋だったんですけど、住んでたのが、もういわゆる名古屋巻きって聞いたことあります？名古屋巻き、はい、名古屋巻きってこのカールをなんか 7周ぐらいカールするんですよ。だいぶ巻きますね。なんかスプリングみたいな感じになってて、はい、すごい巻きますね。で、化粧もすごくて、はい、こうなんかもうまつげっていうよりもひじきみたいな、わかります？このまつげがひじきそう、なんかひじきみたいなまつげなんですよ。ほうほうほう。で、っていう感じだったし、スカートもすっごい短くて、もうちょう言ってました。ちょうあち、ちょうちょい、ちょうあちっていう、はい、で、っていう感じだったんで、で、僕あのいわゆる個別指導の塾をやってるんですけど、あの勉強が苦手な子とかできない子とか、うん、引きこもりとか、なんかいわゆる発達障害とかを持ってらっしゃる方とか、うん、まあ、そういうお子さんはもう山ほど見てきてるんですね。だけどギャルとヤンキーはそもそも塾に来ないんですよ。そりゃそうですよね。ですよね。なので、あ、今時のギャルってこんな感じなんだっていうので、はい、すごくこう興味を持ったっていうようなのが多分初めて。ギャル初体験やったんですか、その時？まあ、初体験じゃないですけど、はい、ここまでのギャルは初体験みたいな感じでしたね。いや、もうちょっとお手上げみたいなことにならなかったですね。いや、面白かったです。普通になんか初めて出会った時に、はい、あの僕が、あ、もうめっちゃギャルだって思うじゃないですか、でもその瞬間に僕は、あ、こんにちはって言って、はじめましてって挨拶したら、はい、普通に、あ、こんにちは、よろしくお願いしますみたいな、礼儀はちゃんとしっかりしてて、そう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 、でもなんか、こんにちは、よろしくお願いします、でも今日超だるいっすねみたいな感じで、いきなり超だるいなんだみたいなのがありましたね、はい、でそこからその勉強をしていく中でってことですか？そうですね。まあ、だからでもスタートはもう勉強っていうよりも、はい、なんか僕の方、興味の方が先に立っちゃって、え、なんでそんなに巻いてるのとか、はいはいはい、あの、え、それ学校の先生はこう怒られないのとか、はい、あの、いろいろ僕がむしろ質問をして、はい、で、なんか彼女の恋愛事情とか、はい、いろいろ赤裸々に聞いて、はい、めっちゃおもろいねっていう、なんかだから、そう、勉強をしようっていう感じじゃ全くなかったですね、最初。はあ、え、こういう方にはこういう感じの話をしたらいいっていうのが自分の中でパターンがあるんですか？あ、それはやっぱりその生徒さんのタイプ別で話をしようっていうのはあるんですけど、はい、でもやっぱ一番は相手が興味持ってるものが何なのかっていうことを知るっていうのが一番重要かなと思いますね、はい、では例えばなんですけど、はい、あの僕は2014年に情熱大陸っていう番組に出させていただきました。本当ですか？ありがとうございます、はい、すごいですね。で、はい、あの番組で来たあのお子さんが当時中学生で、はいはい、結果今はもう中央大学の法学部にあの進学したんですけど、あのゴルフの、そう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 、タイガーウッズが、そうそうそう、タイガーウッズが好きで、好きだね、そう、タイガー君っていう子なんですけど、そのお父さんも本人もタイガー、お父さんがタイガーウッズファンでタイガーっていう名前にしたって言ったんですけど、ね、でもゴルフばっかりやってて、はい、で全然勉強できません、やりたくないですっていう状態で塾来て、はい、で僕当時全然ゴルフに興味がなかったんですけど、ゴルフの本を読んだり、はい、打ちっぱなし行ってみたり、はい、あとタイガーウッズの勉強をめっちゃして、あの動画とかもめっちゃ見て、でもとにかくタイガーウッズで会話をしようとで決めて、さ、ある時に例えばその生徒さん、あのタイガー君がね、あのもう部活が忙しくてもう全然集中してなくてぼーっとしてた瞬間があったんですよ、その瞬間に僕が、はい、タイガー君さと、はい、2004年の全米オープンの17番ホール分かるとかっていうふうに聞くと、まあ、彼はマニアだから、あ、分かりますと、あれって2打目ですごいなんか OB っぽい感じになって、はい、
だけどその3打目ですごいリカバリーショットでもうすごい集中状態のあのゾーンっていうやつにね、はい、入ったあれですよねってもう返してくるんですよ。そうとでタイガーってさとあの瞬間だけ集中しようと思ったからゾーンに入れたのか、はい、それとも普段から集中できないような時でも集中する練習してたからあの瞬間にゾーンに入れたのかどっちだと思うって聞いたら彼は集中しますって言って勉強し始めたんですよね。だからここでもしやっぱ普段から例えば集中するのが大事だよっていう話の中で、はい、僕が仮に将棋が好きでね、ええ、あの昔大山永世名人っていうのがいてなっていう話をしたとするじゃないですか、はいはいはい、多分同じ話でもキョトンとすると思うんですよね。まあそうですよね。だからやっぱ相手が興味を持ってるものっていうものをちゃんと分かった上で、はい、あのそれで話をするっていうのがなんかまず基本かなって思いますね。そこまでその相手のことを考えてしっかり下調べしていくっていうのがすごいですね。でもされてますよね。いや、そんなしないですいやいや、いやでも情熱大陸とか今見てたっておっしゃいましたけど、はい、僕ドキュメンタリーすごい好きで。そうなんですか。見てるんですよく、はい、え、それなんでなんですか。いや、なんかなんでしょうね、すごい人のリアルが見えるというか。あ、やっぱ人に興味があるんですね。なんかすごくあの M1 取ってからですけど、はい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 、M1 取って、はい、取るまではすごいこう全く仕事もなかったので、悲しみの毎日過ごしてたんですよなるほど。で悲しみの毎日過ごしてたら、はい、なんかこうねすごく毎日が辛いので、うん、すごく頑張ってる人の姿を見ると勇気が出るじゃないですか単純に。なるほど。それですごくもうドキュメンタリーしか見てなかった時期があって、それで好きすぎてドキュメンタリーのライブやったりともしてて、はいはい、なんですかドキュメンタリーのライブ。ドキュメンタリーを語るライブ。あ、なるほどなるほどあれ面白かったな、あれ面白かったなって、あそこでなんであんな言葉があの人は出たんやろなとか、あ、そうなんですね。 それでね大好きで見てたんですよ。そうなんだ。じゃあ僕と対談するって決まったから情熱大陸見たとかではないんですね。いや、そうですね。それでまあ、そうなんだ。まあ、ビリギャルを見て、はいはい、ソウさんを見させていただいたことがあったんですけど、ありがとうございます。大変今日光栄です。嬉しい。坪田塾、はい、今こうどのぐらいの規模でやってるのかなという。そうですね、規模としては、はいはい、名古屋に今3校舎、東京に2校舎、うん、大阪に今2校舎で今度3校舎ができるっていうような感じですかね。だから東名阪でやってます。すごいですね。いやいや、全然すごくないです。はい、いや社長、もともと子供の時から社長になろうとしてたんですか。いや、なろうと思ってたんですか。一回も社長になろうと思ったことないですね。とかもう今でも僕社長なんかなりたくないと思ってますね。え？めちゃくちゃ社長ですよ。いや、まあまあ、そうですね、世間的にはそうかもしれないですけど、はいはい、ちょっとなんかあんまり僕どっちかというとサポートする方が好きなんですよ。だから本当は僕多分副社長が一番能力を発揮できるなと思ってます。それはどういうことですか。なんか、はい、なんて言ったらいいんでしょう、その人のいいところというか、はい、ここ伸ばしたらもっと伸びるのになっていうのは分かるんですよね、うん、でなのでなんかそれをサポートした方が、だから社長がなんかやりたいことっていうのを多分サポートすることの方が、はい、僕は自分の能力を発揮できるなってのは思ってるんですけど、ただなんかなんて言うんでしょうね、こうやってやっぱビリギャルとかもそうだし、いろいろやってきたのでなんか社長にされがちではあるかなと思います。だからこう誰かをこう見た時に、はい、ここが足りない、あそこが足りないっていうところが、はい、あ、どっちかというとここが多分もっと伸びるなって思うから、はい、伸びるなっていう、はい、そうそう。だから僕よく言うんですけど、例えばテストでね、学生の時に100点のテストと0点のテストって、はい、あの結果返ってきたらどっちが嬉しいですか、はい、いや、それ100点ですよね。ですよね、はい、僕0点の方が嬉しいんですよ。ほう。それなんでかっていうと、はい、例えばテストで100点取ったのって、これたまたま自分が全部知ってたやつが出てきただけじゃないですか、絶対 100% の知識があるなんてことって多分世の中ありえないでしょ、で0点のテストもたまたま全部自分が知らなかったことが出てきてるだけじゃないですか。そうですね。だからそこに関する知識がゼロってことって多分ありえないんですよ、はい、でじゃあどっちから学べるかっていうと、0点の方じゃないですか、100点のやつって見直しようがないというか、まあ、そうですよね、もう完璧なわけですよね。そう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 、はいはいはい、だからむしろ多分0点のテストの方が僕はよっしゃってなって、でじゃあもうなんかたまたま自分が知らないやつが出てきたからそれを伸ばそうってなった時に、はいはいはい、なんかやっぱ人もこう例えばすごい70点80点とか
すごい優秀な人でも100点って多分ありえなくて、例えば孫正義さんとかすごい経営者ですけど、絶対100点じゃないじゃないですか。まあそうですよね、いろいろ欠点はあるでしょうね。だけどそこを多分今は一見100点に見えるんだけど、本当はそこって100点じゃなくて、まだ0点ぐらいなんだよね本当はみたいな。だからこの全体の中のこの一部のところでここだけスポット当たってるから、その一見100点に見えるけど、ここがまだあるじゃんっていうのを伸びしろの部分を見るんですか。そうで、伸びしろって実はなんかできてないところよりもできてるところに隠れてるんですよね。なんかそこが僕はすごく面白いなと思っていて、そうだからその人の強みで、あの一見100点に見えるところっていうのを、結果いや本当はあれって1点ぐらいの話だったんだねって、それが結局今もう100倍になったねみたいになるのがすごいですよ。だから僕世の中の僕だからいつも思うのが、最近っていうかここ数年で講演会何回やったか分かんないですけど、とにかく15万人以上の方が聞きに来てくださったんですね。でそれすごくありがたくて、でいろんな企業、それこそトヨタ自動車もそうだし、吉本もそうだし、電通さんとかもそうなんですけど、こう研修とか行かせてもらって、めっちゃ思ったのが、あの僕日本の GNP とか GDP ってあと100倍になるなと思うんですよね。なんか全然伸びしろがあるなと。なんか今ってどっちかっていうとすごくもうピーク超えてバブル以降でどんどんこう下がっていくっていうような少子高齢化だしとかいろんな問題もあるんですけど、ただなんか本質的にあと100倍になるなというか、まだだから潜在能力の 1% ぐらいしか実は発揮してないんじゃないかなっていうのをすごく感じますね。そこどの部分で思うんですか、そういうこと。いや一番シンプルな部分で言うと、世の中の人たちがみんな才能によって才能がある人とない人がいるって思ってるところが一番の問題だと思うんですよ。なんか僕ね、社長さんたちにめっちゃ言われるのが、あの例えばじゃあさやかちゃんね、この子ってもともと地頭が良かったんですよねみたいな、ってことを言われるんですよ。どう思います、さやかちゃんですか。さやかちゃんどうなんでしょうね、才能があった、地頭が良かった、勉強ができるとか、その辺の部分は一個置いといて、素直さとか、そういう何かに取り組む姿勢はもしかしたらあったのかもしれない。いやーわからないですけど、それはさすがです。あのこのね、今素直さっておっしゃったじゃないですか、これさやかちゃんが言われる一番、2つのなんか理由があって、1つが地頭が良かったと、もう1つが素直だったなんですよ。でじゃあこの素直だったの話を先にさせてもらうと、これね、だから社長さんにね、うちのさやかちゃんは素直だったじゃないですかと、だから伸びたんですよねと、うちの社員ってほんと素直じゃないんですと、もうちゃんと言った通りにやればいいのにそれをやらないから伸びないんだみたいなことをめっちゃ言われるんですよ。だからそういう素直じゃない子ってどうしたらいいんですかねっていうことを相談で聞かれるので、僕は必ず言うことがあって、いや本当そうなんですよねと、やっぱ人間って素直じゃなかったら伸びないし、素直だったら伸びるんですと、だけどねと社長と、素直さってその人の特性ではなくて相手によるんですって話をするんですよ。つまり素直な人間っていうのは誰に対しても素直で、あそうっすねそうっすねそうっすねって言ったりとか、あのじゃあ素直じゃない人が誰に対してもチッチチッチ言ってるかっていうと、そんなことなくて、この人に対しては素直だけど、この人に対しては反抗するってなるじゃないですか。この例がよく言うのが、例えばあの道端でね、その信号待ちしてる時になんか知らないおじいさんが近づいてきて、君その服全然似合わないねとかって言われたら、どういう感情になります？いや腹立ちますよね。もうイラッとするじゃないですか。しますね。だけどじゃあ20年来の親友、自分のことを一番よく分かってくれてっていう人に、その服似合わないよって言われたら、どう思います？いやうるさいなお前と思いながらも、あそっかこいつに言われんのやったらちょっと、そうそう、じゃあ何色が俺合ってると思うって思いますね。でちょっと素直になりません？なりますね。つまり自分のことをよく理解してくれてる人、理解しようとしてくれてる人に対しては人間って素直になって、理解しようともしてないのに上から言ってくる人に対して反抗するんですよ。だから実際じゃあさやかちゃんも素直ってみんな言うじゃないですか。じゃあお父さんや学校の先生たちに対してはどうだったかって話なんですよ。めちゃくちゃ反抗してますからね。そうですよね。そう、もう多分全てにおいて反抗するぐらいで、僕とお母さんに対してめっちゃ素直だった。それなんでかっていうと、彼女の良さだったりとかを見出そうとしたりとかってしてたからで、理解しようとしてたから素直になるっていう、
だから僕はそれって結局指導者とか相手次第で人の素直さなんて変わるんですよって社長に言うと、ちょっとグーの音も出ない感じになってしまうっていうのが一つと、あともう一つがその才能で、結局例えば社長さんとか、まあ上司の人とかも、あいつ本当使えないなみたいな言い方されたりとか、なんかこうなんていうんですかね、この子は残ったけど、他なんかもう新人研修でみんなこう厳しくて辞めてしまった、あいつら根性がないみたいな、なんかこの教育、社員教育含めて、もう子どもの教育もそうなんですけど、やっぱふるいにかけてるんですよね、みんな。でこのふるいにかけてって、こいつが残ったやつが優秀っていうのが、こう根本的に間違ってるのは、あなたに合ってただけなんですからねっていう話なんですよ。つまり違う人が指導者だったら違う人が残ってるはずなんですよ。その中にちゃんと才能のある人間がたくさんいたのに、いや、そうそう、というかむしろみんな才能あるんですよ、はいはい、で、じゃあそもそも才能って何だと思います？いや、まあもともと持ったですよね、潜在能力というかっていう、はい、イメージですけどね、イメージだし、はい、認識だし、だから残ったやつは優秀だ、才能があった、そうじゃなかったやつは才能がなかったってなるんですけど、僕に言わせれば才能ってみんな何を言ってるかっていうと、結果でしか過ぎないんですよ。ほうほうほう。例えばだってじゃあさやかちゃんって、地頭が良かった、才能があったっていう人って、あなたさやかちゃんのこと会ったこともないでしょっていう話じゃないです。そうですよね。でしょ、じゃあ当時の高校生時代あなた見たことあんのないですよ、ね、っていう話だし、で結果、いやだからスタート時点でのさやかちゃんってどうやって言われてたかっていうと、そのお父さんからはね、一番身近にいたお父さんからは、私塾に行きたい、慶応を目指すんだって言った時に、はぁってなって、お前みたいなやつが慶応どころか塾に行くってことですらもう意味がないから、金ドブに捨てるみたいなもんだって言われたし、その友達からは何て言われたかっていうと、いやお前なと、あいつバカだったけど、とうとう頭が狂ったっていうふうに言われてるんですよ、慶応を目指すって言われて。でそれでもめげずに勉強し始めたら、ついたあだ名がガリベンバカっていうバカのくせにガリベン始めたって。でだから誰も信じてない。で学校の先生から、お前が受かったら裸になって校庭10周回ってやるって、これ本当に言われてるんですよ。へ、映画のあのワンシーン、あーそう、あのシーンでね。そう、で結果すごい頑張って伸びたじゃないですか、で、まあ過去、まあ、偏差値も40上がって、で過去問でも合格点をバンバン取って、いけるってなって、でこれもし本番でね、体調崩して、あと1点2点の差で全部落ちてたとしますよ、全落ち、でもそこまで偏差値も上がってるし、あと1点2点の差なんで、学力上がってるじゃないですか、上がってますね。じゃあその時に、あ、地頭良かったんだねって言われると思います？全部落ちてたら。全部落ちてたらですか、いやそんなことないですよね。ですよね、はい、いやホラー見たことか、今こっちじゃないと、あんたああいうところはやっぱ地頭がいい人が行くとこで、才能がある人が行くとこなんだと、そのあんたもともとギャルで聖徳太子すら読めなかったわけでしょうと、受かるわけないじゃん、ホラー見たことか言わんこっちゃないと、人間っていうのはね、そのなんか才能っていうのがあって、だから樽を知りなさいみたいなことを言われてると思いますね。つまり結局僕らって結果で言ってるだけなんです。僕はある時それをもうなんかまざまざと見せつけられた瞬間があって、羽生結弦選手って、フィギュアのね、あの方が初めてオリンピックで金メダルを取った時に、僕は定食屋さんにいたんですよね。でそのニュースで、ああ羽生選手金メダルなんやすごいと思ってたら、その隣のテーブルにいた年配の女性3人ぐらいが、あの子本当才能あるよねっておっしゃったんですよ。で僕それ見た瞬間に、いや伊藤みどりさんが言ってるんだったら分かると、だけどあなた多分スケートすら履いたことないんじゃないのみたいな。なんで才能が判断できるの？できるんだっていうね。ね。だから僕だって才能フィルターとか才能スカウターみたいなのって持ってないんですよ。はあはあ。だからこの子が才能あるかどうかなんか結局結果でしか判断してないんですよね。まあね、そうなんですよね。だからよく僕らが言ってるのは、結果出してます、あノーベル賞取りました、才能あったんですね、M1 取りました、才能あったんですね。本当ですよ。だって M1 取る前って才能 あるとかって言われてました？全く言われないですし、ね、吉本の社員の方の挨拶もそぞろでしたし、やっぱ優勝してからですよ、周りの、方たちが全員手のひら返してきたのこんなにだから分かりやすく結果が出たらこんなに変わるんだって世間の方は。ちなみにどんな挨拶だったんですか？最初ですか、吉本の本社歩いてたら本当にこうすれ違う時に、おはようございますって、おい
っていう挨拶でしたけど、優勝してからもすれ違うともう一回止まって、はい、おめでとうございますお疲れ様でしたそれぐらい変わりましたよ。だって近所の警察のね、はいはいはい、交番の方もなんか僕にこう敬礼してくれるぐらい、最初優勝した当時ですよ警察も変わるんかっていうぐらい分かりやすくね、めっちゃ面白い、あれだけすごい結果が出るとやっぱ結果、ね、そうそう、え、ちなみにじゃあその事件があってからはどうなりました？やはりまだちょっと若干戻りつつありますね皆さんそんなことはないでしょうけど、いやでも結局やっぱそういう結果によって人って本当手のひら返すし、才能があったって言い始めるっていう、なので何が言いたいかっていうと、今のその要は社長さんたちとかも含めて、これは社会全体がそうだと思うんですけど、なんていうんですかね、本当の意味ですみんなに才能があるっていうあの観点に立ってなくて、残るやつは残るし、あの結果出すと結果やつ出す、それは才能だっていう観点なんですね、はい、なのでもうふるいを落としてるんですよ、でこれってね、子供が多かった時代はふるいにかけてもそれなりの数がいたんだと思います、だけど今ってふるい少子高齢化だから、ふるいにかけたらもうなんかみんないなくなっちゃうみたいな感じになっちゃうじゃないですか、大事にしますもんね、やっぱりこうゆとり世代の新入社員とかすごく大事にしますもんね、そうだからそこの底上げをしないといけないんだけど、で大事にするって言いながら、でもその教育の仕方は今まで自分が受けた教育の仕方だから結局潰してしまっちゃって、なんか今だから人手が足りないとか言うでしょ、人手が足りないんじゃなくてお前の教育の技術が足りないんだよっていう、僕は個人的にはそう思います。いやもうね、正直、まあ、僕 M1 優勝させていただきました、で、まあ、これも僕今年40歳なんですけど、これからやっぱり、まあ、いろいろ問題もありますしね、ちょっと不安はあるんです、正直。あ、そうなんですか。未来に M1 チャンピオンですら。いや全然そんなことありますよ、そんなの。これからのことどうしていったらいいかなとか思うわけですよ、で、まあ、漫才師ですけど、まあちょっとね、漫才をこのままずっと続けていくことができるのか、まあ、体病気になったりとかもするわけじゃないですか、もちろんそうです ね、で相方もあんな破天荒ですしいつ何を起こすか分からへん状態ですからそんな悩みもちょっとあったりするんですよ、お金の悩みとかも、これからどうしていったらいいかなっていう切実な悩みもあるんですよまさかの相談、50歳、まあこれから10年後ね、僕が50歳になった時にどうなっていくのかなとか、そういう不安もあったりするんですよ、で、まあ、どうしたらいいかですよね、いやでも僕実を言うと僕も不安ですからね、ほんまですか、本当に。いやだってそれは先のことなんか分かんないじゃないですか。いや、まあ、そうですけど、だからそれこそ何があるかなんか分かんないし、これから先どういうふうに考えてらっしゃるんですか。僕でもなんかある時にね、その堀江さんいらっしゃるんですよ、堀江さん結構仲良くさせていただいていて、で彼がなんか同じようなその何ていうんですかね、将来が不安ですみたいなやつに対して何て言ったかっていうので僕結構感動したんですけど、その不安って金の不安ですよねっておっしゃってて、要は年金だとか、将来その仕事が続けれるかどうかみたいなのって、結局金がそのまま入るかどうかが分かりませんっていうことを言ってるに過ぎないじゃないですか、っていうことをもうズバッとおっしゃってて、でそんな悩みなんて一番しょうもないみたいな話をしてて、で例えばあなたが本当にみんなに、周囲の人たちに誠実に生きてたら、あなたがもし本当にお金がなくなったとしたら、助けてくれる人がいくらでも出てくるでしょうと、で例えば仕事がなくなりましたってなった時に、じゃああなたすごい素敵な人だから、じゃあこういうのってどうっていうふうに一緒にやってくれる人が、そういう人がいるかいない、金があるかないかじゃなくて、そういう人がたくさんいるかどうかっていうのの人生を歩めば、将来の不安なんかなくなるに決まってるじゃんみたいな、で誰も助けてくれないような金しか追ってないからそんな人生になるんだよみたいなことをおっしゃってて、すごいですね。いや本当そうだなと思って、なのでやっぱり基本的にはその一人一人の人との出会いみたいなのを大切にして誠実に生きていくっていうふうにやったら、将来、ね、助けてくれる人がいっぱいできるんじゃないかなっていうのは、そのお金に執着しすぎずに、そうだから結局お金をもたらしてくれてるのも人だし、なんか それはなんか僕が最近聞いた話の中で、
一番グッときたし、でも堀江さんってやっぱそういう人だよなっていうのをすごく思うというか、実は意外とそうか、そうだからあの人金に興味がないから、あのそういうなんかこう破天荒なことやるんですよね。お金ばっか追っかけるからおかしい方向行っちゃうんですよね。だからいつまでも不安ってね、はい、どんどんなくなっていくものなんで、やっぱ信用とか信頼とかってむしろどんどん増やすことができることなのかなっていう。そうですよね、はい、だから、まあ、だって今はこう塾をね、はい、たくさんやってらっしゃるじゃないですか、はい、これから先もどうそういうふうにこう教え子を増やして塾をいっぱい増やしてっていう将来なんですか。僕は正直あんまり塾を増やすっていう気持ちがもう全くないんですよ。あ、そうなんですか、はい、なのでもう今右腕にもうそこは任せてるっていう状態なんですけど、僕はどっちかっていうとなんか塾が増えるよりもその生徒さんとの関係性とか教え子との関係性がより密になって、僕それこそその情熱大陸に出た後に僕一番感動したのが何かっていうと、あ、そう、僕が出た時にね、教え子たちからめっちゃ LINE が来て、いや僕夢ができましたと、はい、僕もいつか情熱大陸出ますってこれ100人ぐらい言ってきたんですよ。いやあのね情熱大陸やっぱね、はい、もう見てたら思いますよ。いやありがとうございます、ね、いやだから僕普通の人なんで、だからこそ、あ、こんなんでも出れるんだって多分思ってくれたんだと思うんですけど、ただこれね、なんか僕確率計算したんですよ、はい、情熱大陸に出る確率と一応塾の先生なんでね、その確率論で考えたんです、はい、例えば人生が生きてて情熱大陸に 出られる確率っていうのが何か何パーセントかっていうので、まあ、あれって要は複数回出れるんですね、はい、1回しか出れないわけじゃないから。あ、そうで別に年齢も関係ないので 何度も出れるんです、ね、はい、だけど年間50週ぐらいあって、はい、でっていうのとかを計算すると 99.999999.7% 無理なんですよ。無理なんですか、ね、そうそうそう、はあ、99.999999.7% 無理って、そう無理じゃないですか。無理ですよ ね、はい、だけどなんていうの、そんな無理な確率なのに身近な人が出ただけで、はい、俺も出たいって思うのって僕なんか世の中良くするんじゃないかなと思っていて、あ、そのできて当然とか、ね、自分はこんなもんっていうなんかこう枠組みをそこ、ね、そうくくられるだけではなくて、そうなんですよ。だから例えばなんですけど数字でね、はい、1,2,3,4,5,6 ってある、はい、あります、数字あります、はい、好きな数字を3つちょっと言ってもらっていいですか、はい、今ですか、はい、1と2と6ですよね、はい、ですよね、ですよね。これなんで1から6以外の数字を言わなかったんですか、はい、1から6以外の数字じゃなく例えばこれで3、僕ね、はい、1,2,3,4,5,6 ってありますって言って、はい、好きな数字を3つ言ってみてくださいって言ったんです、はい、僕この中から選んでくださいなんて一言も言ってないんですよ。うわ、すっごいなんかいやすいません、なんか騙されたみたいな感じですけどだから本当は好きな数字を3つ浮かべてください言ってくださいって言われたら3,2,648 と、そうでもいいですもんね、とマイナス5と 0.4 とか、はい、あるいは自分の好きな数字は7なんですでもいいはずじゃないですか。いいですもんね。僕選んでくださいって言ってないんですよ、好きな数字を言ってくださいって言ったのに、なんでこの中から選んだんですか。いや、なんでしょう、1から6もうその1桁ずつ言われたので1桁で答えなければいけないのかなって勝手に思いました。そうなんですよ、つまりこれって悟るメッセージっていうんですけど、はい、要は僕がミスリードしたんですよ。つまり 1,2,3,4,5,6 ってわざわざ数字を具体的に言って、はい、でじゃあ好きな数字をって言われた瞬間に相手はこの悟る、まあ、要は言外のメッセージでこの中から選ばないといけないんだっていうふうに思っちゃうんですね。でだから例えばうちの塾に来る子たちも志望校があるっていうことってあんまいなくて、で、まあ、2割ぐらいがあるっていうんですけど、はいはい、そこでなんかじゃあ大学どことかって聞くと、もうほぼほぼ日本の大学多いんです、それって、いやハーバードでもいいし北京大学でもミラノ大学でもマニラ大学でもプノンペン大学でもいいんだよと、はい、なんで日本の大学なのって聞くと、はい、いや考えたこともなかったですって言うんですよ。ただつまり人間って何かしらの先入観があって、はい、こんなもんこの中から選ぶんやっていう、はい、なりがちなんですよ、でもそれってじゃあ 1,2,6 でしたっけ、はい、本当に好きな数字ですかそれっていう話え、いやなんとなくですね、ですよね、はい、でも多分好きな数字ですらないんですよ。あ、ただこの中から選んでくださいって言われたから選んだだけだ。その通りなんです。
じゃあだから僕実はこの芸人さんになって M1 チャンピオンになるって、これ確率論で言うと、いや情熱大陸に出るより圧倒的に大変なはずなんですよ。いやそうですかね。いやそれそうでしょ。だって吉本だけで6000人のタレントさんとかっているって言われてて、いますね。ね、でもちろんその吉本だけじゃなくて、はい、で年に1回1人、1組しかいないっていう、ね、散々選ばれて、あれ何回戦やるんでしたっけ全部で。あれは、1、2、3、準々準決、5回勝ってやっと決勝ですかね。ですよね、はい、で決勝でもまた2回戦も2回戦ありますからね、はい、だから、はい、いや多分これ正確に多分計算したらとんでもない確率になると思うんですけど、あそうですか。だから多分これでも身近な人が、はい、多分直の後輩とかが、あ直とかって言ったら今ちょっと微妙なのかもしれないですけど、直の後輩の方とかがなんていうんですか、身近な人が M1 チャンピオンになるったっていうだけで、いやじゃあ俺もなりたいなって思わせるというか、そうすると多分世界ってどん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 広がっていくというか、そうですよね。そうだから今なんていうんですか、 GDP がこれぐらいだから、はいはい、まあ、これを維持しようとかじゃなくて、なんかもう一段、ね、もう一個上、もう二個上のこの選択肢以外のなんかものを選ぶというか、本当に自分がやりたいものって何なのかっていうのを問いかけるっていうのは僕はすごい重要なんじゃないかなって思っていて、だから100倍にでもなるんじゃないのって思ってるし、はい、なんかね、はい、いいですかちょっと、はいはいはい、ちょっとあるビジネスマンの方が、はい、お酒飲ましてもらって言ってたんですけども、なんかこういう政治家の方たくさんいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、でもこうビジネスとかこう人とのコミュニケーションをしっかり成功させてきた人が、はい、そういうポジションについた方が日本がこう良くなっていくみたいな話をしてたんですよ。はいはい、いやおっしゃる通りだと思います。坪さんそういう政治の世界にはこうという気持ちはないですか。政治の世界ですか、はい、いやありがとうございます。よく言われますし、なんかお話もいただくんですけど、はいはい、絶対行かないです。ないんですか。絶対行かないです。でも理由って、はい、僕なんか要はこれって中央集権って言って、はい、結局国が決めたやつをみんな地方自治体がやって、はい、その地方自治体がルールでまた決めたやつで、あの動いみんな動いてるじゃないですか、はい、でこうそういう時代じゃ僕今ないと思っていて、そうですか、むしろ民間の時代だと思うんですよね。だってそれこそだから例えばメディアだって、はい、テレビが今までそのテレビとか新聞とかっていわゆるマスメディアが情報を、うん、あの一致方向で流してた時代でしょ、はいはい、だからみんなそれを信じざるを得なかったでしょ、だけど今インターネットの時代って全員が発信できるじゃないですか、だから嘘はバレるし、なるほど、ねね、もう本当のことしか残らなく、まあ、もちろんもっと言うともっとたくさん嘘も出てくるんですよ。だけど結局それって本当の本質的にコンテンツとして優れてるものとか情報として優れてるものとか、はい、あるいは人格的な人だったりとかが、うん、もう残っていく時代で、それはもう中央集権で上からこう来るものじゃ全くない、そういう時代じゃないと思うんですよね。なので今更なんでそこの中央集権のところに僕が入らないといけないのって思っていて、むしろこのなんていうんですかね、それぞれの人が活躍する素地を作れば、はい、国は勝手に変わっていかざるを得なくなるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。だから僕は政治家っていうのはリーダーじゃなくて、はい、もう既得権益にしがみついてる人たちだっていうふうに僕は認識してるんで、そこあごめんなさい、あの全部カットしてもらったらいやそんなことはないですけど、ね、あのでもこれは本当に思ってることなんで、だから今はもう国とか大きい会社とかっていう時代じゃなくて、個々が活躍するそのための土台を作っていくっていう時代なんで、そんな時代になってくるんですかね、はい、いやもう今まさにそうです、まさにそうですか、はい、だから僕みたいな本当に無名な人とかが今こうやって M1 チャンピオンと対談できるって、そんなの、いやだって冷静に考えたら僕名古屋の塾の塾長ですよ。でそれが本書いて、それがネットでブワーじゃあのブログ書いてそれがネットでバズって、そう最初そうですよね、何十万 PV ってなってで本になった。お母さんへの手紙ですよね。その通りです、ね、ありがとうございます、だからですよ、これって逆に言うとマスメディアが後追いなんですよ、でこれめちゃめちゃコンテンツとしてみんなから支持されてる、だから本させてもらえませんか OK です、今度じゃあ映画にさせてもらえませんかってやってるから、完全にこれもう下からなんですよ、世間が
上げてくれたというか、そういうことです。だからそれこそまさに無名な人とかでもなんかこうなコンテンツとかが良すがいすれば評価されるっていう時代だなっていう。YouTube とかもそうですもんね。いや本当そうなんですよね。もう一般の方が、うん、そう自分のやりたいことやってみて、そうでいろんな方が見て、そうでそれでものすごい知名度上がったりとか、まあ、収入も上がったりとかもそうだし、すごくつながってますよね。なるほど。八尾さんこう大事にしていることってありますか。はい、僕が大事にしていることは、はい、でも本当に多分一個だけで、一個だけで、はい。目の前の人の心を抱きしめるっていう、なんか一見すごい抽象的なことかもしれないですけど、僕実はだから心の中で村田さんのことをめちゃめちゃ抱きしめてるんですよ。ほんまですか。で、なんだったら耳元で囁いてるつもりなんですけど、それ伝わります？なんかちょっとあったかくはなってきてますね、体が。さすがちゃんぽん。どこがなんですか今の。そんな返しを誰ももらってなかったですよ。誰も笑ってなかった。すごい静かでしたよ。こんなナギなことあります？いや今も抱きしめてるんですけど、そうですか。なんて言うんでしょうね、これ、まあ、アンファスポジションっていう心理学の用語があって、はいはい、赤ちゃんってめっちゃ泣くじゃないですか、ギャーって。その時にお母さんから抱きしめられると、それ泣き止んだりするでしょ、はいはい、これってまあ鼓動が聞こえたりとか、はいはい、表情がすごくちゃんと見えたりとか、一番安心するあの位置で、はい、でなので海外の人とかって結構久しぶりに会うとハグしたりするじゃないですか。しますね、はい、であれもまさに実はそれをやってるんですよね。でなのでその人と人とのこうコミュニケーションを一番安心してする状態って、はい、抱きしめられてる状況の時って敵って感じないでしょ。まあそうですよね。そう、はい、なのであのただ日本だといきなり抱きしめたらね、いろいろもう問題もあるので、あの心の中で抱きしめるとか、あるいは相手が今ささくれ立ってるみたいな心の状態があるんだったらそれを抱きしめると。これ僕だから怒る時もめっちゃ抱きしめながら怒るんですよ。どんな風に怒るんですか。いやだからこう心の中でめっちゃ抱きしめながら、お前いい加減にしろよみたいな、あのっていうこととかっていうのを言う時ですら心の中でギュッと抱きしめながら言うと、まあ愛情は当然伝わるし、なんかあ自分のこと本当に思われてるんだなっていうのが相手に伝わるのかな。なるほど。ただ単に怒るだけではね、はい、それも伝わりますもんね。そうただ単にこの人怒ってるっていう。そうなんですよ。そうだから僕電話かける時ですら相手のことをこう抱きしめながらどうやるんですか、それ教えていただけませんかね。電話で抱きしめながら喋り方を一回でも抱きしめてみると、はい、あこんな感じなんやってのわかるんで、もしよかったら僕のこと抱きしめてみます。今ですか先生。抱きしめさせてもらっていいですか。じゃあぜひ、はいはい、すいません、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。あなんか落ち着きますね。落ち着きますよね。はい、はい、なんですか、だいやなんかだって嫌な感じしないというか、はい、はい、あどうぞどうぞ、はい、すいません。なんでしょうね、この落ち着き方、はい、イメージで抱きしめるっていうことをやると、はい、本当に相手に愛情が伝わるんですよ。これ実際実験したりとかしてるのもあるんですけど、はいはいはい、もう明確に相手に対するなんかこう行為が変わるんですよ。そう、ちょっと一回ちょっと相方も抱きしめてみようかな。毎日ぜひキューッと抱きしめて。ほんまですか、うん、お前はいいやつだぞって。いや、一回も思えたことがないです。いいやつだなって今。高校生でしたっけ。高校の時からの付き合いですね。付き合いでしょう。そうだ、仲よくね、昔はよく一緒に遊んでたんですけども。やっぱりコンビ組むとね。ああって言いますよね。それ何なんですかね。何なんでしょうね。やっぱ照れでしょうかね。恥ずかしくなってくるんですかね。本音で喋ることが、なんかこう、だんだん疎遠になっていきますね。じゃあ、M-1 チャンピオンの村田さんが大事にしてることって何なんですか。僕ですか。はい、大事にしてることですか。はい、そうですね、まあまあでもなんかリアリティですかね。リアリティ、はい、あ、じゃあ嘘つかないみたいな。嘘つかないように意識しようとはしてますけどね。なんか結局嘘ついても、はい、なんかバレていくじゃないですか、だんだん。いや本当そうですよ。なんとなくね、雰囲気で、ね、顔でも顔つきでも嘘ついてるって分かりますしね。いやいや、そうですね。なんか極力リアリティを出すように喋るように意識はしてますけどね。え、じゃあ例えば食事のレポートとかね、はいはい、これ美味しくないなと思った時って何て言うんですか。はいはい、うわすごい、なんか柔らかいですね。はっきり美味しいとは
食感とか。なるほど、食感でポジティブな部分を言 う, を言う。マイナスを言うともう使ってくれなくなるね。でもそんな時代が来ると思うんですけどね。もう美味しくないとか。いやいや、はいはいはい、そうですね。でだから世間の人がもう気づいてたりするじゃないですか。はい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 、ほんまに美味しいんかっていう。そうですね。で、あのグルメサイト見たら、はい、星低かったりして、いや全然嘘ついてるやんとかなってくるじゃないですか。そうですね、気づく時代がねどんどん来ると思うんで。いや、なるほどね。だからやっぱ物事って多面性があって、はいはい、その一部のところでは美味しくないだけど、はい、食感はいいとか、はいはい、そういうなんていいところみたいなのを伝えるようにする。そういうことですね。なるほど、素晴らしい。いやいや、まあ、まあできてるかどうか分かんないですけども。いやいやいや、素晴らしいです。はい、さあ最後にですね、はい、そうさ、社長に必要な〇〇力、はい、とお聞きしていいですか。僕は社長に必要な〇〇力っていうんだったら、はい、当事者意識伝播力だと思うんですよね。ほう、当事者意識伝播力、はいはい、これどういうことかっていうと、なんかやっぱりこう特にこう社長なんで会社をしてるわけじゃないですか、はい、で社長はやっぱ自分で借金したりとかしてやってるから、あ、もううまくいかないとこれ全部自分にかかってくる。そうですよね。なので賭けですもんね。そうなので一番当事者意識が高いんですよ。つまりこの会社のがうまくいくかいかないかっていうのは、はい、もう自分にかかってるっていうのを思えるんですけど、じゃあ新入社員って、はい、俺がちゃんとやらないとこの会社潰れるって多分思ってる人多分一人もいないじゃないですか、てかむしろそういう会社だったら選ばないみたいな。あ、うん、でむしろ安心できてなんかまあ定時で帰れてとか、はい、給料もそこそこもらえて、うん、福利厚生も良くてぐらいの感覚でみんなまず入ってくるんで、はい、前提はそのこの当事者意識が全く違うんですよ、ええ、でもいかにこれを自分ごとっていうふうに思ってもらえるようにするかっていう、はい、そのためにはやっぱり崇高な理念っていうのが絶対重要で、あ、はい、では例えば僕ね吉本の大好きなんですけど、はい、吉本の、まあ、大崎会長が言ってる言葉でこれが一番重要なんだっていうのがラフ&ピースってやつで、あれ聞いた時にもうなんかすごいことだなと思ったんですよ。沖縄映画祭のね、そうそうそう、キャッチフレーズですよね、はい、あれって、まあ、要はラブ&ピースの文字入りじゃないですか、でも僕いつも思うんですけどラブって絶対ピースを作らないんですよね。なんでかっていうと必ずラブって排他的になっちゃうというか、例えば奥さんのことをね、はい、自分が愛してるってなったら他の人も愛してますっていう状態ってちょっと嫌でしょ。そうですね。だから愛してるものって自分だけなんです、排他的、他のものを排除したくなっちゃうんですよ、はい、愛国心とかだってそうで、愛国心があるから戦争するんですよね、みんな。あ、自分のところを守りたいからみたいな、ね、はい、だからみんなが愛するっていうのを嫌がるのが実は愛で、はい、だからラブ&ピースなんて大嘘なんですよ。だからラブほど多分戦いの原因になるものはないっていうか、だけどラフって笑顔にしたりとか、はい、笑わせることって笑ってる状態って喧嘩しないですからね。まあね、そうですよね。だから僕はこの芸人さんたちみんながあのもっと活躍する土台みたいなのができて、はい、でそれが世界中に広がってめっちゃ笑う、めっちゃ楽しいとか、はい、嫌なことがあってもなんか自殺したいなと思っててもあれ見たらもうなんか大丈夫とかみたいなのがどんどん広がっていけば平和になるじゃんねっていう思想なんですよね、があのラフ&ピースっていう思想で、はい、いやすごいなと思って、だからなんかそういうなんかこう崇高な理念を持ってばこれだけタレントさんとかもいて、いやもちろんそれがもう完璧かって言ったらまた当然途上ですけど、少なくとも百何年続いてるんで、まとまっ、なんだかんだ言ってまとまってるのはそれいうのが理由だと思うんで、僕はなんかその自分一人一人がこの会社をまあ背負ってるというよりも、で会社っていうよりもなんかこの世の中のために僕らはこういうことをやっていて、それを担ってるのが一人一人なんだっていうのをいかにこう当事者意識でそれを伝播していく意識を持てるかどうかっていうのがなんか社長にとって一番必要な力かなと思います。ちなみに芸人さんにとってはどうなんですか。芸人さんにとって一番大事な何か。いや、芸人にとってかどうか分かんないですけど、僕は忍耐力かなという。忍耐力、面白い。え、どういうことですか。いや、やっぱりね、僕はですよ、はい、諦めることも絶対大事だと思うんですよ、はい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 、本当に僕は M1 優勝するまで、もうこれで決勝に行かれへんかったらやめようと思ってたんで、でもこうずっと耐えて耐えて、金もないし飯も食われへんし何にも幸せな毎日じゃなかったですけど、ずっと耐えて耐えて耐え忍んだら
こういうなんかこう漫才に対してね、漫才は好きなんで、はい、ずっとそれに打ち込んできてずっとやってたら最終的にこう M1 で優勝できたんで、まあ、耐えることも、はい、まあ、一つ大事かなと思ったりするんですよね。じゃあこの耐えるラインってどこなんですか、はい、そのここでダメだったらっていうのって、はい、今までも何回かあったんですか。いや、ありました、ありました、ありましたけど、はい、何かしらのちょっとした光がうっすら見えてきた時があったんですよ。M1 ずっと漫才やってて、はい、でやっぱこう漫才やってても、まあ、受けへんこともあるじゃないですか、うん、で受けることもあるんで、受けた時のこの活路というか、はい、こっからここを広げていけば、うん、もっともっと受けていって、なるほど、一本の形になればもしかしたら認めてもらえるかもしれへんっていう。じゃあ、まあ、受けること受けないこともあるけど、そのなんか光を見つけるってことですか。光を見つけることですかね、やっぱりね。続けていけばもしかしたらちょっとした光見えてくるかもしれないですか。あ、確かに確かに、はい、でも吉本にはもう5万とね、はい、光も見えずに40過ぎておっさんになってもずっとやってる芸人いますけど、だからそれってでも逆に言うと光を探さないといけないですよね。そういうことですね、はい、それはじゃあ村田さんの場合は、はい、お客さんの笑顔とか、まあ、が光だった、笑いが、ね、笑いが光だったんですか。なんかしらの、かっこいい。いやいや、かっこよくないですけど。お客さんの笑顔が僕の光だったっていう、なんかそれだけでこう、ね、それをしっかり出される。恥ずかしい、ね、これちょっと記事にしてもらいたいですね。いや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 、もういや、ちょっと NSC の講師とかやっていただきたいですよ。なんでですか。ちょっともうお笑いの勉強ばっかり教えてても、はいはいはい、ねえ、何もなっていかへんことあるので、ちゃんとしたその人間形成というか、そういう部分でもちょっと教えていただきたいですよね。僕でもそういう意味で言うと、はい、僕芸人さんたちって、ええ、ビジネスマンのセンスがもう最高レベルにあると思います。いや、だってもうほら、この食い気味のリアクションこんなのね、あの社長さんと、だから僕ね、はい、こうやってちょっとメディアに出させていただくようになって、ええ、このトップクラスの芸人さんたちと喋るじゃないですか、はい、もうね、あの普通の社長さんと会話するときに、はい、なんで今そこでうなずかないのと思ったりするんですよあの、あるいは、ね、いや別に落ち着けろとか言うわけでもないけど、なんかもうちょっと声張れよとか、あのなんかそれが明確に見えるようになってきて、だからプレゼンとかも、はい、なんだろう、いや、あまりにも逆に言うとつまらなくなりすぎちゃったっていうか、なんか聞いてて、いや、これ芸人さんやればもっと最高なの。確かにね、はい、あの小学校の時の運動会の校長先生の話ってむちゃくちゃ長かったじゃないですか。そうそう、あれってもう少しね、上手に喋って、はい、なんかこう綺麗に抑揚つけて、はい、貼る時は貼って、はい、でちょっとね小話入れてとかしたら、小学生もね、なんかなんですか、倒れたりする子もいなくなると思うんですよね。そうそう、いや、集中して聞くからね。本当そう、いや本当に、いや、あのね、僕ちょっと追加で話していいですか、今の。僕ね、今までの原体験は何かというと、はい、高校生の時に、僕日本、まあ、勉強得意だったんですよ。で、日本史の授業を受けてて、本当につまんなくて、その先生の授業が、はい、で寝てたんですよ。そしたらね、寝てたら、あのその先生から、お前なんで寝てんだって怒られたんですよ、はい、その時に僕は思わず言っちゃったのが、いや、お前の話がつまんないからだよって言っちゃったんですよ。お、素晴らしい。で、これもう今は本当にごめんなさいと思うんですけど、でもそれってすごい素直な気持ち で、はい、で思わずその後に言ったのがね、例えばね、と君レストランに行って、はい、飯が出てきてクソまずいと、うん、でほとんど食べずにもう、じゃあレストラン出ようとしたらシェフが近づいてきて、はい、お前なんで残してんだっていう人いますみたいな、はい、でそれ美味しくないからでしょっていう。で、あなたはそりゃもう公務員で、別にどんな事業の内容であろうが評価されもせず、あの年次で給料上がっていくからいいかもしれないけどこっちはこの人生の中で1時間はね、はい、あなたがもしもっと面白い話をしてくれたりとか、確かにね、興味深いことをやってくれたら、はい、日本史もっと好きになったりとかもするでしょうなと、はいはいはい、逆にそれをなんで寝てるんだって言える神経がわからないっていう、あのプロじゃないじゃんっていうことを僕言ったんですけど、漫才中に笑ってなかったら、いや、なんで笑ってないねんってそうそうそう、いや、笑いのせいやからってなるじゃないですか。そう、たまに久保田するんですけど、それなんで笑ってないんですかとかって言ったりするんですから、そういうの今のその歴史の先生と一緒ですね、相方はでもそれは笑い取るためじゃないですか、まあね、そこは一つ、そうそうそう、いじってでじゃないですか、いじってということですけど、そう、なんかそこをうまく、だからいじってくれれば、うん、へへへってなって、あのおもろいなこの人ってなるんですけど、ね、だから
いやだからそういう意味だと僕はこの芸人さんのコミュニケーション能力っていうのを僕ねコミュニケーション能力検定みたいなのにして、なんか世の中の人がみんな受けるあのようにしたい、面白い人にしたいなっていうのをすごい僕思ってるんですよね。いやだからすごいですよ芸人さん本当に。いやそんなのもうないですよ。はい、いやもう本当素晴らしい。いやとんでもないです。お話を聞かせていただきました。ちょっとぜひちょっと今度、伊藤敦司君ぜひぜひ3人でお酒飲みましょう。ありがとうございます。いいですか。お願いします。ぜひぜひお願いします。楽しみにしてます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。